はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日もですね、ちょっとレンズがガタガタと言っているかもしれないんですが、ごめんなさい。まだちょっとマイク変えてなくて、そう、ちょっといろいろ今リサーチ中なので、すいません。このままで撮ることになってしまいますが、ごめんなさい。はい、ということで今日なんですけども、いろいろちょっとずつ見せていこうかなと思いまして、最近買ったもの、最近好きなもの、2020年入ってからお気に入りのものなんで、1月、2月、3月、本当は毎月やりたかったんですけど、なかなかできなくて、なんでこのビデオでまとめて3ヶ月分のお気に入りも入れていこうと思います。で、今回は海外コスメだけじゃなくて、国内で買って良かったもの、最近買ったもの、そして今日見ての通りまだハイライトしてないんです。そう、新しいハイライト買ってるんで、ちょっと実際につけてみようかなと思います。ちょっとランダムにしたいので、コスメだけじゃないものも紹介していこうかなと思いますので、もしよかったら最後まで見てください。では始めましょう。最近買ったものから紹介していこうかな。最近買った海外コスメはこちらです。 Too Faced から新しく出た Born This Way のラインから出ているターンアップダーライトっていう、ハイライトパレットになります。 Too Faced がもう日本に上陸したってことなので、国内の通販サイト Too Faced の公式を使ってみたいっていうのがあって、発売日に買おうと思ってたんですよ。発売日が確か13日だったと思うんですけど、で確かね、その日があれだったよね、こう緊急事態になるかならないかみたいな瀬戸際だったので、その日に買うのをやめて、そう、もしそうなっちゃったらね、なんかこう発送されないかもしれないとか思いつつやめちゃって、で後日まあね、緊急事態宣言はならなかったので、後日またどうしようかな、買おうかな、どうしようかなっていう感じで、注文時に配達を指定することができるんですけど、その指定日が1週間後とかだったんですね。国内なのになんでこんなに遅れるんだろう、なんでこんなに時間かかってしまうんだろうって思って注文しなかったんですよ。でアットコスメでも取り扱いがあるので、アットコスメで買おうかなと思ったんだけど、でもやっぱり公式が気になるし、でなんだかんだなんだかんだ時間が経ってで、セルフリッチでも取り扱いがあるんですけど、なかなか入荷されず、そして入荷されたのを見過ごしてしまうっていう、棒ミスをしてしまいまして、うん、公式で買おうと思って国内の公式で買いました。なんで、届いたのがね、注文したのが日曜日の夜かな、で届いたのは火曜日の朝だったので、指定日を指定しないのがいいと思います。はい、そうするとすぐ来るなので、公式、日本国内の公式でもし購入を考えている方は、指定日を指定しない方が早く届きます。まあ、ここら辺にね、どんな感じで来たか梱包とか見せますので、もう本当にめちゃくちゃ良かったです、梱包。もうこれだけ頼んだのに、もうでっかい箱で届いてめちゃくちゃ良かった。そして中見せますね。こんな感じになっていて、で、私が買ったのはライトっていう色になります。日本での色の展開は、一番明るいライトと、その次に明るいミディアムっていう色の展開になります。海外では4色展開っていうか4種類の展開になっていますね。いろんな肌の色の人がいるのでね、できれば全種類持ってきていただきたいところですけども、しょうがないね。そんな感じです。こんな感じ見えるかな、こうしたら見えるかな。これ試そうかな。これがね、大粒が入ってるやつで、もうちょっとこうツヤンツヤン、多分トゥルントゥルンテカテカ系だと思う。でこれはソフトフォーカスなので、アワーグラスのアンビエンスに似てるのかな、多分。こっち試します。
なんか筆に乗る感じが、てか多分これ見せた方が早いと思うんだけど、筆でつけるとこんな感じで飛び散るんですよね。で、あまり乗らないから塗りすぎないっていうのを感じる。うん。でもめっちゃ綺麗です。ちょっとこの上からこっち使ってみようかな。うん、違うな、密着の仕方が違うかな。でもめっちゃ綺麗ですよね。うん、トゥルントゥルン系だと思います。うん、こっちはちょっと筆を考えなきゃなと思いました、正直。で、こっちはもうトゥルントゥルン系なのですごい使いやすいと思う。で、これはまたね、違うビデオで使ってみようかなと思います。でもすっごい綺麗、こんな感じ。最近買ったハイライト、これは国内のものになります。この2つです。で、今日使ってるのはこのリセのこの新しく出たねハイライト、これめちゃくちゃ可愛くて、そう、水色とピンクなんですけど、これ混ぜるといい感じのゴールドになるんですね。で、一応この目のこの眉の下にこれだけ使っているんですけど、もう色が本当に可愛くて、こんな感じ、ちょっと塗りすぎたかな。でも本当にめちゃくちゃ綺麗なんですよ、こんな感じで。混ぜると、混ぜたですごいいい色になる、ちょうどいい色。はい、ってことで、顔にはね今日は載せないんだけど、また違うあのチュートリアルか何か見せようと思います。で、こっちを今日見せたくて、これはね、エンジェルハート株式会社エンジェルハート出てるから、多分エンジェルハートっていうブランドがあるんですよ。あのドンキでよく売っているんですけど、他のところで取り扱っているかわかんないんだけど、一時期私エンジェルハートのアイライナーずっと使ってました、もう好きすぎて。あとパレットとか、パレットもあるんですよ、パレットも使ってたし、エンジェルハート本当にプチプラの中で優秀だと思う、もっと知られてもいいんじゃないって思うぐらい本当に優秀です。で、多分おそらくエンジェルハート、ここ書いてあるのが製造販売元株式会社エンジェルハートって書いてあるんだけど、多分そこじゃないかな。で、たまたまドンキ行った時に見つけたハイライトになります。価格は1200円ぐらいだったかな。今日はこっちに、ちょっとなんか似てる、まあ、トゥーフェイスの方がゴールドかかったハイライトで、こっちの方がシルバー感のあるハイライトって感じ。めちゃめちゃいいじゃん、さすがエンジェルハート。エンジェルハートだと勝手に思ってるんですけど、ほんとこういう商品もっと出してほしい、日本でも。すごいかわいい。こっち、Too Faced。最高。これ、マジおすすめします。これ。1200円、ドンキで買えます。一応名前がインハートラスティングベイクドハイライター。色はいろいろあったんですけど、私は01番のプラチナを使っています。めっちゃいいじゃん、めちゃめちゃいい。
はい、すごくいい買い物しようと思います。もうこのビデオマジ長くなると思う。はい、お気に入り、お気に入り違う、最近買ったもの、もう分かんなくなっちゃう。 OK、 最近買ったもので、もうこれはお気に入り入っちゃうんですけど、で今日も使ってるんですけど、このね、フジコシェイクシャドウ、これをね、たまたまロフトで見つけたんですけど、多分ロフト限定の色なのかな。めっちゃいい、初めてなんだけど、なんかそう、このフジコシェイクシャドウは、見たことあるんですよ、 YouTube で。朝日さんだったと思うんですけど、そう、それめっちゃいいの知ってた、知ってたんだけど、あんまりね、リキッドアイシャドウってあんまり使わなかったんです今まで。だけど最近使うようになって好きなんですよ。で買ってみたらめっちゃ良くて、今日使ってるんだけど、ここだけに使ってます。見えるかな、見えるといいんですけど、めっちゃいい、本当にいい、これ本当に可愛い、もうもう可愛い。はい、で実際こうシェイクしてから、もうみんな知ってるよねきっと、知らない人はこうシェイクしてからつけるんだけど、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。でね、持ちが良くて、そう、ほら、でベタ塗りするのもいいんですけど、今日私は一回手にこうしてつけて、でもこれ、ね、早くやらないとすぐ乾いちゃうので、こうつけて、でこんなに伸ばさなくてもいい、ちょんちょん置きして、でこう手でっていうか指でちょっとつけて、トントントンってやると、ちょっといい感じの舐めがこう広がった感じのエフェクトになるんですね。今日使っているこの白いのは、白いシャドウはもう、マットなんですよ。だけどちょっと輝きが欲しいなと思って、ポンポンって置いて、マジ可愛いこの感じ、もうめちゃめちゃ可愛いし、こういうのって別にベタ塗りじゃなくてもこういうちょんちょん置きすれば可愛いんですよ。まっ平らなマットのシャドウがちょっとこうゴージャスな感じになって本当に可愛い。でこれいいね、本当に好きです。私これ買ってよかったなと思うし、そうか、最近買ってよかった、お気に入りのやつで、ちょっと混ざってますね。もう一個あるんだけど、これも多分もう皆さん知ってるかなと思うんですけど、これもね、これはドンキで見つけて、あ、安い、いいじゃんと思って試してみたんですね。で、ずっと使っているのが、グリッター系の、あれ、シャドウっていうのかな、アーバンディケイのものをずっと使ってたんですね。で、もうそろそろっていうか、全然ないんですよ、中身がほとんど。だけど、なんか似たものないかなと思ってずっと探してて、で、たまたま見たのがこれ。これもすっごい可愛いの、本当に。まあ、これも多分皆さんも知ってると思う。もう、いや、見たことあるよって思うかもしれないけど、マジ可愛い。見たことない人のためにこれ。見てください。もうめちゃめちゃ可愛いんですよ、これ。これもちょんちょん置きしても全然いいと思うし、本当に可愛い。で、この2つなんか一見似てるけど似てない。こっちは、青と紫、青かな、緑、黄色、ピンクの、グリッターみたいなラメが入ってる。で、こっちはどっちかっていうとゴールド、シルバー、フジコのね、その違いがあります。めっちゃ可愛い、めっちゃいいって感じで、最近買ったもので良かったのがもう一つ、もう買ったもので良かったものになっちゃってるんだけど、3コインズのこのスポンジめちゃめちゃいい。こうとんがってるのがめっちゃ良くて、もう紹介したかもしれないけど、リアルテクニックス の, ダイヤモンド型のスポンジにすごく似ていて、こういうね、こういうところにすごい使えるんですよ。細かいところにこう入っていく、フィットするのがもういい。で、まあこう鼻のところもこうね、コンシーラーだったりは本当に使える。ここにこうやってフィットしたりとか、いろんな使い方ができるし、こう本当にこの先端がすごい
いいです、めちゃめちゃいいです。普通のこういうねスポンジではできないことがこのダイヤモンド型でできるし、しかもこのスポンジスタンドがついてきます。これで300円、安い。でスポンジの話すると、このねキャンドゥで買ったスポンジめちゃめちゃ良くて柔らかくていい、最近めっちゃ好きですビューティーリッシュで下地を買ったんですけど、そう保湿系が欲しいなと思って、これねめっちゃレビューいいんですよ。で今使い出してるんですけど、めちゃめちゃいい。今ねベストな、私のベストな組み合わせが、下地はこちら、このトゥーフェイスのボンディスウェイを使ってます。これねマスクに映らないのよ色が、私はね。そうでこちらベッカさんで閉じるっていうのを今ハマっていて、今好きです。ちなみにもうこれお気に入りの話になっちゃうんですけど、コンシーラーは最近ナブラ、あのブラックフライデーの時に買ったんですけど、ナブラのコンシーラーめちゃめちゃ良くて今使ってます。色はライトアイボリーを使っているんですけど、これ好き。今の私の肌にすごくこの組み合わせがすごく合っていて好きです。今日使っているアイシャドウパレットはこちらです、ユアグラム。まあ、皆さんも知っていると思います。で最近ね新しいのも出たんですよ、まだ使ってないんですけど。でユアグラムを使ったメイクをしてくださいとリクエストがあったので今日します。チュートリアルは撮ってないんですけど、はい。で白いアイシャドウはルナビューティー、マニさんのとこのパレットになります。ここにないね、そう、それだけで。ここに使っている色はこのパレットで唯一2色のこれとこれのマットですね、この2色を使っています。で、うん、これめちゃめちゃいい、もうみんな知ってると思う。なんでもうこれ以上言わないんですけど、めちゃくちゃいいです。めちゃめちゃ使える。眉毛いろいろ冒険しています。で最近っていうかね、そうブラックフライデーで買ったこのモーフィーのキットはめちゃくちゃ良くて、ペンシルは最近よくこのモーフィンのペンシルを使っています。いつもはユアグラム、ここにも置いてあるんですけども、ユアグラムの、05番をずっと使っているんだけど、最近はこのモーフィンのペンシルを使っています。キャンドゥで買ったこのアイブロウマスカラ、ニクスのこれをずっと使ってたんですけどね、見てこの色の違い最近ねいろいろいろんな眉毛をちょっと試してみていて、今日はいつもと違うんですけど、そうって感じ。あとはこれはねセフォラの買い物で発見して、もう今ドハマりしているのがこのイヴ・サンローランのマスカラです。これ多分日本でも取り扱いがあると思うんですよ。色はもしかしたら違うかもしれないけど、私がホームページで見た時はなんか似たような名前があって、これめちゃくちゃ良くて、コームがめっちゃ好きです。このねコームが面白くて、普通のコームとなんかゴム製品のゴムっぽいシリコンっぽいのがこう2つとも入ってるっていう感じ、いやどっちもゴムかだけど形がすごいね独特なんですよ。そうこんな感じなんで、上にやるときも下にやるときもすっごいやりやすいし、ボリューミーめちゃくちゃ好き。この間ねカイリの動画でも話をしたと思うんですけど、あまりチーク買わないんですよ。だけど最近ラブレターアイハーブのビューティー系通販になってるのかな、多分ラブレターで買ったこのエロエガールのチーク、これは489番今日もつけてるんですけど、この色がめちゃくちゃ良くて、でただね気をつけた方がいいのがこの発色の良さ、発色良すぎてつけすぎ注意ですはい、なんでブラシでつける時もちょんってやった方がいいと思う。いつものくせにパンパンパンってやるともうすっごい大変なことになりますはい、そんな感じかな。とりあえずコスメ系の話はこんな感じ。はい、
そしてですね、約2ヶ月ぐらい、もうすぐ2ヶ月ぐらいになるんですけど、こちらはいただき物なんですけども、最近お気に入りでもあるし、まあいただいたものだからっていうわけでもないんですけど、すごく今愛用しているものを紹介したいと思います。それがこちらです。ごめん、ちゃんとあれしてないんだけどガストン・ルーガさんのバックパックになります。こちらは、ガストン・ルーガさんからいただいたものになります。で、この話をいただいたのは去年にお話をいただいておりました。で、その頃って私全然もうビデオ更新してなかったんです。してなかったんですけども、メールをいただいていましてで、そう、ずっと気づかなくて数ヶ月後に気づくっていう、まあ、そんな感じで、お話をいただいて、私の好きな YouTuber さんも、ご紹介されてた商品であって、いいなって思っていた商品でした。で、まあ、この中からこのバストルーガーさんの商品から、お選びくださいということで、でも皆さんもご存知だと思うんですけど、私ママになりまして、娘と出かけることがすごく多いです。というか娘と出かけます。でやっぱり、もう今は、前まではちっちゃいバッグで済ませてたんですけど、今はやっぱりリュックが一番使っています。で娘が生まれてから、2つほど使っていたんですね。で、一番最初に使っていたのは、エレメントの大きいものを使ってたんですけど、それはもう大きすぎて合わないってことで、また違うノーブランドのリュックを使ってました。で、そのノーブランドで、しかも安いものを使ってたんですけど、やっぱ物が良くないのですぐね、取っ手、この取っ手のところが破れたりと、そう、もう買い替え時だったんですね。ちょうどその時このお話が、進み出して、本当にものすごくありがたいいただき物になります。その新しいリュックを使うにあたって、自分がこうであってほしい、こういうものが欲しいっていうのがいろいろありました。で、いろんなリュック、まあ、2つほどリュック使ったんですけど、その、入り口部分はとにかく広いもので、取り出しやすさと、外見はもちろんデザイン性もいろいろあるとは思うんですけど、やっぱりブラックがいいなと思って、汚れとか目立たない色ってなるとやっぱりブラックなのかなっていうことで、まず、ガストン・ルーガさんで、取り扱ってるバッグの中で多分一番大きいものじゃないかなとは思います。1か2番目ぐらいに大きいやつになっていて、これレディースでもメンズでも使えるデザインのものになっていて、私はこの黒と茶色の組み合わせのものを選びました。ざっと紹介しますと、こんな感じになっていて、中がちょっとね、かっこいいんですよ、このデザインっていうか色、ワインレッドみたいな。で、中がね、こういう感じになってるんですけど、この入り口がすごく大きいので、物を取り出すときにすごく取り出しやすいし、どこに何があるのかすぐ見やすいっていうのがあるので、私もね、こう子供がいて、あ、もうこれ欲しい、あれ欲しいってなると、もうさっさとこう、出さないといけないんで、もうすぐに見れるものがいいし、ここのジッパーはついていないんですけど、もうこれで引っ張って、こうすればすぐしまえるし、出したい時もパッてやればすぐ見れる。で、この入り口は本当に大きいのが本当にありがたい。で、中はいろいろこうポケットがあるんですけど、まずはこの大きいポケットがここにあるのと、その手前にも2つ入っていて、で、この中にはまあ母子手帳だったりとか、あとまあそういう書類ですね。あとはまあポケットにはこう自分用のものも入れたりとかいろいろ入れていて、でそこがすごいこう大きいのでかなり物が入ります。また違うビデオでもしね、よかったら、前にもやったことあるんだけど、バッグの中身紹介、うん、だいぶ前にやったのでまた改めてやろうと思うんですけど、そう、
今日は空なんですけど、まあ本当に物がたくさん入ります。そしてまあチラチラ見えてたと思うんですけど、ここにねこれがついてるんです。で今ね、今だからじゃないんですけど、もう娘が生まれてからもうこれは手放せないものになっていまして、そうちょうどここにね吊るすことができるのでかなり便利ですね。これ本当にいい。で手前にポケットがあって、このポケットの中はまあそのままにしてるんですけど、こんな感じで開いてさらにチャックがあって、この中には除菌のシートが入っています。で結構物が入るんです。スマホも入るし、であとはこんな感じで閉めて、こっち本当だったらこの中にはパスポート入れになっているんですけど、私は急いでる時で手が離せない、服装によってはポケットがない場合はスマホを入れちゃってます。私はここにこんな感じでちょっと出ちゃうんだけど、まあ、そんな感じで入れてますね。で、すごくいいし、これいただいたものだからプラスのことしか喋らないって思われるかもしれないんですけど、1点だけ私がこれを使って気になったのは、本当はね白をね買おうかなと思ってたんです。だけど白は多分私は汚すんだろうなとかメンテナンスできないんだろうなと思って黒にしたんですけども、ちょっと残念だったのはちょっと埃がつきやすいっていうのがあります。季節の問題なのか静電気のせいなのか生地のせいなのかわかんないんですけど、なんでちょっとこまめにコロコロしたりはしています。もう本当にそれだけ。あとは本当にかなり使ってますし、ずっとこれから長く使っていくんだろうなと思います。もう本当これめちゃくちゃ好きです。でこれ全然男性の方でも使えると思うし、別にママじゃなくてもこう学校用にもすごい使えると思います。あとねこの中のポケットのところがさのところがこういい感じにノートパソコンだったりタブレットも入れることもできるし、スポンジみたいなのが入っているので、そう衝撃には強いんじゃないかなと思います。こんな感じで今すごく好きな気に入っているリュックになります。ちなみにこの下はねこれがついてるから床に置いても大丈夫です。はい、そんな感じで、でちょっとだけお知らせがあります。やっぱりねまあいただいたものなのでちょっとだけこれをお知らせをさせていただきます。公式サイトで 15% オフのコードをいただいております。もし購入を検討されている方、これ以外のデザインも本当にいろいろあるので大きさもいろいろあるし、もし検討されている方、このディスカウントコード 15% のディスカウントコードをここに載せてあるコードですね、ぜひ使ってください。まあ使っても使わなくてもどっちでもいいけど、でも使えば 15% オフになります。そんな感じで、また多分何か伝え忘れていればここら辺に載せておきます。そんな感じですね。皆さんいかがだったでしょうか。こんな感じでこういろんなものをちょっとずつ紹介した感じなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。もしよかったらこの商品気になったとかこれが良かったとか、何か逆におすすめなものがあればぜひ教えてください。コメント欄に残しててください。はい、そんな感じで今日はこれでこのビデオを終わります。ここまで見てくれてありがとうございました。ではまたね。